広島電鉄100系電車は、広島電鉄が、同社開業当時の車両の外観を模して1984年に申請した電車である。1984年4月から同年8月にかけて、行われた大型観光キャンペーン、すんすん広島に協賛して登場。広島電鉄が、広島電気軌道として開業した当時に導入された、初代100系電車を再現して製造された。 復元のための資料が外部写真と単純な形式図程度しか残っていなかったため、他都市の同様の車両を調査。ヒロデン OB との座談会で車両構造などを確認した。車体は大阪車両工業で製造。外装は100系の車体は元来木製であったが、現在の保安基準に適合させるために、外板は鉄板に木目模様をつけ、 80センチメートル間隔で縦溝を入れることで、木半風にしている。終電装置は、Z 型ビューゲルに変更されたが、ダミーで、ポールも2本取り付けられている。また、正面の救助網も再現されている。内装は、開業当時の注意書きの看板や、塔と川でできた釣り革、赤い座席などを再現。腰板、仕切り土、柱着せ鎧土などを木製で再現した反面。 天井は火災予防のため木目模様のアルミ化帳板を利用している。また乗客の転落防止のため客室と運転台を仕切るデッキの木製扉は自動化された。台車や使用機器等は1971年に廃車され、広島市内の県立交通公園において生体保存されていた150系157号車のものを整備して流用した。そのため、 主要機器の使用や性能は150型と同一であり、100系の原型とは異なるものとなった。1984年4月15日より運行開始した。156.238653などの事実上の胴体保存者グループの筆頭といえる車両である。現在はイベント用に使われたりしている。通常はエヴァ車庫に留置されている。 2018年までは4月5月10月の土曜日、日曜日、祝日に横川線にて営業運行を行っていた。2015年までは4月から10月までの運行であったが、2016年からは6月から9月の間は運休となっていた。復元から2000年代前半までは白島線で同様の運行を行っていた。ありがとうございます。